はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンを実況するディビジョン2、続きの方をプレイしていきたいなと思います。今回は第8回目ですね。今回はメインストーリーの続きをプレイしていきたいなと思います。今回はこちらジェファーソンプラザというところに向かっていきたいなと思います。そしてレベル17にして、実を言うと、もうね、ここのエリアも解放したという状態ではあるんですけども、なかなか装備の方がね、充実してまして。なんでかっていうと、ダークゾーンに行ってね、装備をかき集めてきたんですよ。見てご覧の通り、紫なんですけど、全部。AKM とかね、スカーとか、自分の欲しい武器をね、ダークゾーンでかき集めてきたので、非常に今作のダークゾーンっていうのもね、また今度ちょっと、機会があればご紹介したいなとは思うんですけども。とりあえずこの辺の物資を漁っておきましょう。お、武器ボックス。おー、スーパー90。ショットガンですね。結構ね、至る所にこういう風に、装備とかアイテムが結構転がってることが、ね、今作かなり多いので、まあ、くまなく探索して、取りこぼしがないようにするのが結構大事かなって感じですね。で、今回はジェファーソンプラザに向かっていきまーす。まあね、レベル17にしたんでね、だいぶ戦闘も楽になるかなとは思いますけども、やっぱりね、自分がね、好きな武器でね、戦っていけるっていうのは、すごく、そのあたりは、ディビジョンの面白さが出てるんじゃないのかなという感じです。なんか、救助作戦が出てますけども、ちょっとごめんなさい、今回はスルーします。結構ね、マップの至るところでアクティビティって言って、ハテナマークのところですね。で、結構イベント戦闘みたいな、まあ、制圧だったりとか、さっきみたいな人質救出だったりとか、あとサプライドロップとか、いろいろありますんで、よいしょ。そのあたりはですね、まあ、常にマップで、至るところで何かしら起こってるっていうのも、今作の特徴かなと思います。さあ、今回はメインストーリーのジェファーソンプラザ、ここのメインストーリーを、クリアしに行こうかなと思います。ここですね。最後、ジェファーソンプラザ。さあ、列車を破壊する。了解した。You saw what they did to the castle. トゥルーサンズの部隊がどうやら列車で化学兵器を運ぶことを狙ってると。で、それを阻止しろということですね。なるほど。敵がいますね。とりあえずじゃあ、行きます。危ねえ。ちょっと暗いね。丘上にスナイパーがいます。倒して、このスカーが使いやすくてさ。オッケー。よいしょ、こっちか。だいぶ、インタラクト重い。甘い。よいしょ。一応弾薬は補充しておいて、列車を破壊する。下に行けるね。させないぜ。爆発しろ。いいね、この AK のリロードがかっこいい。リロード。OK。 奥の敵はスカーかな。移動したね。OK。 前進しまーす。
危ね、倒したか。リロード、さすが AK、 ちょっと初動は跳ねますね。上にこうポーンって跳ねる感じです。了解。どの列車だい？列車を破壊する。これか。これいける？違うね。どっかに動いてる列車があるんだってさ。これかな。これじゃなさそう。なんかこれっぽい。おお、なるほど。ウィルソンと思われる人物を発見した。やつを排除しよう。了解した。了解した。この作戦の首謀者であるトゥルーサンズのウィルソンを倒しに行きます。よし、エスカレーター。Then find another way. いる。ドン。熱いだろ。やべえ、やりすぎた。自分が通れなくなっちゃった。インタラクト。お、なんかある。これ補充ですね。で、ここは OK、クリア。で、この上か。よいしょ。よいしょ。OK。さあ、ホテルを通り抜ける。通り抜けまーす。前方に1人。倒す。左に。ショットガンは痛い。 OK。 いてててててて、てドローンスタンバイ、レッツゴー。 ててて、ダウン。いてててて。痛い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 。装備を拾って、まあ、装備を拾っていうよりかは素材になりそうだな。よいしょ。なんか装備品集めはダークゾーンで、ね、集めてった方がだいぶ楽かなっていう感じですね。結構ドロップするのも限りがあるので。さあ、いますね。どうも。なんだこれ、火炎放射器か、こいつら。でででで、いろいるね。迫撃砲部隊、了解した。インタラクトしまーす。敵の部隊が接近？ロビーを制圧する、了解。なんかよくわかんないマークのやつがいるな。火炎放射器かなんかかな。いろんな敵が出てくるからね。リロード。ワンダウン。ツーダウン。気持ちいい。今のは気持ちよかったですね。さあ、ここのドアを開けて、
下か上か、これは上ですか？あ、下だね。よいしょ。さあ、モールに到達しました。DC62 toxin detected. Contamination level lethal. やばい、マスクしつけないと。These readings are insane. They must have a lab nearby for weaponizing this shit. 兵器を製造する。Make sure you put it out of operation. 了解。でん。ゲージ感じだね。おわ！ RPG か。出て出て。ででででででで、でそういうこと？ここ。あぶねえ。勝てなあいつ。リロード。倒した。もう一人いるね。スカーで行こうかな。ダウン。ラボを探す。こっち側か。かなり数値がかなり高いと言ってたね。タンクを破壊する。やべ、重装部隊か。倒した。よし、先にタンクを破壊しちゃった方が戦闘が楽になるかな。エリアを制圧する。回り込まれない。リロード。いきー。蘇生はさせないよ。見えない。よし、ウィルソン隊を探す。よいしょ。さあ、インタラクトして、ここか。まあ、モールのなんか最初の1階らへんになりそうな感じだけど。注視する。え、来るぞ。スタンバイ、スタンバイ。わあ、やばい、硬化していきやがった。奥になんかいるね。でん。危なかった。まあ、ぶっちゃけね、青いやつが出ても、今はあんまりいらない感じだからな。こっちか。オープン。どっかに砲、あ、いいね。弾薬をここで一旦補充して、これはどっちだ？こっちじゃないね。この上か。なんかいそうだな。ではないね。プラザを制圧する。音楽かっこいい。まずは囲まれないように気をつけよう。危ない危ない。OK。ほほ。
えでちちちちちちどうしよう。危ない危ない危ない。痛い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 。危ねえ。いて、なんてことしやがる。リロードさせてくれ。ふう。ウィルソン隊を排除する。汚いよいよ。まずは周りから排除しよう。ドローン3倍。よし、タンクを破壊した。動けないな。倒した。おー、ミッション完了。Also, Kelso just reported in to confirm the survivors from the castle settlement have safely reached the rooftop settlement. There's no one doing what happened to them, but at least you've made sure it won't happen to anyone else. Oh, なるほど。ミッションエリアから出る。ははー、よしよしよし。これで、キャンパスのコミュニティの人たちがシアターの方に、到着したというふうに無線でありましたね。で、問題は。ここから一気に、一旦セーフハウスに戻りましょうか。で、次がここになります。キャンパスっていうコミュニティに行かなくちゃいけないので、そこに向かっていきたいなと思います。これはなんか外側から回るのかな ?SHD テック。ちょっとこれは後で、取りに行きます。ちょっと一旦ホワイトハウスまで、で、スキルの解除並びに次のコミュニティのところにね、向かっていきたいなと思います。だいぶねやれることも増えてきたので、非常にあの戦闘もやってて楽しくなってきましたね。特にあのスキルの組み合わせとかそのあたりが非常に面白いゲームなんで。戻りました。とりあえず次の目的地はここですね。で、メインミッションが、あそこにまずは行かないといけないのかな。そうだね。スキル解除かの、次は、まあ、全部解除していきたいので、ファイアフライ、シールド、まあ、パルスかな。パルス。ああ、なるほど。で、知らせる。リモート設置された場所で、付近の敵を持続的に検知し、は、邪魔パルスは敵の電子機器を無効化する。シールド、ブルワーク。ディフレクターシールド、エージェントシールドを確保しても、ハイライトした敵に向かって弾を跳ね返すことができる。これ面白い。これにしよう。盾。オッケー。で、そしたら、エンディヘイズとあります。はい、じゃあだいぶ遠いですが、ちょっとここのところまでね、また
向かっていこうかなと思います。時間もねまだまだあるので、じゃあちょっと行きましょうか。じゃあどっから行けば早いかな。一応このルート通りに行こうかな。エージェント、You're gonna wanna check this out. よいしょ。よいしょよいしょ。よし。で、行きましょう。だいぶ遠いね。いやー、でもね、いいですよ。戦闘が楽しくなってきましたよ。さあ、だいぶ遠いですよ。さあ、マップ的にはダウンタウン西ですね。西側に向かいます。今まで東側だったんですけどね、最初。いよいよ新しいエリアですね。まあ、こうやってどんどんコミュニティを解除していくことによって、新しい収集物、コレクトアイテム、コントロールポイント、ハイエナ、不明な敵って書いてありますけどね。わあ、なんかいきなり何かが始まろうとしている。いきなり何かが始まろうとしている。危険すぎだぜ。これはどこから行くやつなんだろう。これ下だな。こっちか。やめろー。いででででで。やべ。ちょっと意外と量が多い。あっという間に。まあまあね、よくありますよ。本当に。こんな感じでね、いつもね、やられていくわけなんですけどね。今のはちょっとパルスかなんか打たないとダメでしたね。さあ、まずコミュニティに向かうところをね、最初にやっていきたいなと思います。さあ、ちょっとね、気を取り直していきたいなと思います。よーし。あー、変な夢をでも見てたのかな。よし、じゃあ行きましょう。こうやってね、あれなんだよね、ファストトラベル地点を新しいエリアで先に解除しておかないと、万々が一、敵にやられてしまった場合は、こんな感じで、スンって簡単にやられますからね。わりかし結構アーマーが剥がれると、レベル差関係なく結構体力の減りは早いですね。最高。ヘンリー・ヘイズっていう人が待ってるらしいんでね。よーし。あー、戦闘が起きてるぞ。そうか、まだここはね、敵が全然いるっていう状態のエリアだから、
結構至る所に敵がいるみたいですね。今回はこのコミュニティのところに行ったらちょうどいいかなと思うので、そこで多分メインミッションとかもね、いろいろ解除されるはずなので、そうしようかな。そうだね、毒に満ちた路地を発見。これ多分コントロールポイントかな。マップを見ていきましょう。あ、コントロールポイントですね。はいはいはい。で、次行きたいのはここ。キャンパスって言ってるぐらいから大学かな？次はね。アイテムを見逃すとっていくぜ。でもね、今ね、ほんとね、この AK とスカーの組み合わせはすごく、戦いやすいですね。中距離で戦える AK に、マックスマンのね、スカーなんで。戦闘が起きてる。これね、直接攻撃してくる敵がね、結構厄介なんですよね。全然いるわ。全然いる。よし。結構味方が意外と強いからな。さあ、ここだ。モニュメントを見る。キャンパス。さあ、ここですね。おお。ヘンリー・ヘイズと話す。ここはあれだね。だいぶしっかりしたコミュニティですね。キャンパスコミュニティ。さあ、このダウンタウン西側のエリアのまあ中心拠点っていう感じになるのかな。あ、でもシアターとは違って、まあ結構人はちょっと少ないのかな。おい、これ利用所、髪型変えられんのかな。 We're barely hanging on. It's hard to motivate people to fight for their lives when their lives aren't worth fighting for.Good to meet you. Henry Hayes. Look, I sympathize, Henry. But we have our own problems, and they are big problems. Maybe we can help. I know you need people. You keep telling me you can't spare anyone. Not right now, but if you guys can take some pressure off of us. We are already doing what we can. Are you? Because outside those walls, it's perdition.We let our guard down just for a second and it's over. All of this. Whatever you're doing out there, we're not feeling it in here. Well, Sheriff, I hope you're ready for some extra work.新しいミッション、銀行本部、DCD 本部、リンカーン記念堂、ポトマックイベントセンター。はーい。いや、いろいろ出てきましたね。17、16、次はこれかな？ああ、なるほど。結構出てきましたね。なるほど、なるほど。はい、というわけで、皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、ここまでに、しとこうかなと思います。次回もお楽しみに。お疲れ様です。